はい、始まりました。はい、こんばんは。やってまいりました。火曜の夜7時、エリューのアイデサロブリュー804。これ直ってない。今緊急放送でやってるので、そのまま放送通りようにしてます。あら、まあ、なんかずっと再放送みたいな感じになってない？大丈夫？はい、大丈夫です。今プログラムの方にちょっと残ってるデータがあって、それをちょっと切り替えがまだできてなかったということで、ただ緊急放送でこっちからの優先で流れるようにまだ変えてるので、今日は最初から音が入ってます。ここで音楽流したい場合、これでいい？はい、大丈夫です。その場合、この LINE というものを使っていただければ大丈夫です。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はぁ、入らない。慌てなくていいよ。じゃあマイクだけ上げてもらっていい？はーい。はーい。はい、皆さんこんばんは。火曜日でございますね。皆さんこちらに集まってくれてるでしょうか。一週間ぶりのマイクの前。ちょっとね、FM ギノワンのスタジオから見える空がものすごいんですよ。なんだろうこれ。何色って言います？って振っちゃ今いけない状態なんですよ。大丈夫です。大丈夫。レイ君どう？調子は。ちょっと今日焦っちゃう感じよね。ちょっと焦ってます。でもね、全然焦んなくて大丈夫。あ、本当。なんだろう、曲は流れたら流れた曲でって感じで。そう、すいません、お願いします。でもね、今始まる時に面白かったのが、なんだろう、ごめん、 FM ギノワンのスタッフの方で私物のカメラで今日写真を撮ってくれた方がいるんですけど、私名前知らないのよ実は。はい、そうです。まだちゃんと自己紹介してなかったので。ね、はじめまして。はじめまして、キャンと申します。キャンさん。はい。キャンさん、わお。なんかちょっとね、クールなイケメンという感じのことで、まあお見かけはしてたんですが、すれ違ってね、他の番組に入ってくる時とかね、はい、私のこの番組では初めてのこう、関わりというかでございます。今日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんだろう。すごいよ今日この空。これなんていうね。もう秋の空なんですかね。ね、なんか情熱的な、ね、情熱的ですね。そう、なんかこう人生こういろんな酸いも甘いも経験した女性のような色と言いますかね。ね、こうちょっと年を重ねた、違うな、人生経験の豊富な情熱的な色って感じの夕焼けでございますが。その通りです。私を見てもその情熱はないわ。まあね、そんな情熱も出していきたいと思いますが、なんだろう、この1週間どんな1週間だった？先週初めてこうちょっとミキサー席に入って、はい、で今日、もしかして先週より今日の方が緊張してるじゃない？今日の方が緊張してますね。なんかバタバタすると人って緊張するよね。ね、ですね。ね、緊張してないつもりなんですけど、そうじゃないみたいです。ね、実はこの席に何度座っても、バタバタしたり、なんだろう、別に特別な日じゃなくとも、はい、慌ててくると、ね、緊張する。そうですね。呼吸なんだと思う。この、本当そうですね。慌てると呼吸浅くなるじゃない、うん、だから、こう、それによって酸素が欠乏してリラックス状態はもちろんこう、ね、失せるわけじゃない。はい。みたいな、どうしようって、大して何もどうするようなことないんだけど、特別なことも準備してないんだけど、はーって思いながら始まるから、あ、なになにとかってなっちゃうけど、大したことにゃいのよ。ないのよ。和んできてます。和んできてますね。なんだろう、本当不思議、人って焦れば焦るほど呼吸は浅くなるけど、その時こそ、腹立った時こそゆっくり喋ったり丁寧に喋ったりすると、うん、結構気持ちって落ち着いてって、うん、そうですね、こう相手がどんなに攻撃してきても、うん、静かに話せるというか、うんうんうん、でも相手によるね、やっぱり。相手によりますね。そうそう、自分の中に相手に対して大した感情がないとそれができるけど、うん、ちょっと仲間内が濃い仲間内だとはーんってなるけど、それだけ思ってるということですね。仲間みんなね、思い合ってるというかね。その通りですね。はい。てなわけで、ちょっと呼吸整えるためにも、
はい、来てるコメントの方をお願いしてもよろしいでしょうか。そうですね。はい。まずは、はい、まなみんさん、はい、こんばんは。こんばんは。今週も来てくれてるんですね。ありがとうございます。はい。バーみどりさん、こんばんは。どこまなみんさんの下ですね。あ、ジェヒョンだ。ジェヒョンさんですね。そう、なかなかイケてるやつだよ。そうそう、今度いつか会えるはず。お会いしたいです。FM 機能案の忘年会には来ないだろうけどFM 小佐の忘年会には来ると思う。あ、そうなんですね。なぜかね、姉妹局だから、合同でパーティーやっちゃえばいいんだけど、やっぱり一応ちゃんと分けてるみたいでね。なるほど。そう、みんなこう古い局の方の忘年会に集まるみたいでそう、私どっちにいてもどっちにも行かなかったっていうねいや、偶然なのか何なのか分かんないけど、うん、出張が入ってたりとか、うんうん、なんか頭痛かったり足痛かったりするんだよねお腹痛かったり行きたくないんですかね。あ、何言ってんだい、そんなわけあるかい怖まあこんなわけで、なんか似たり寄ったりの2人なので面白トークが広がると思います。いいぞレイ君、よろしくお願いします。最高でございます。はい、ではコメントの続きよろしくお願いします。はい、ちゃんおかさん、エリューさん、レイさん、キャンさん、こんばんは。はい、こんばんはでございます。同じくちゃんおかさん、テーマメールしておきます。業務連絡、カレーは食べに行きません。あ、そうですか別にそういう意味で言ったんじゃないんですけどねでもびっくりしたのが、今日うちも時間なくて、うん、あの前ちょっと人に送ろうと思って買ってたココイチのカレーのレトルトがあったわけ、キーマカレー、ビーフカレー、ポークカレー娘にごめんそれで食べといてって言ったからなんかココイチの話出た時につながってるなと思ったけどやっぱりね、そう、何があってもつながってますね一服堂さん、こんばんは、はい、こんばんは。一服堂さん、前回のゴムハンコ、なんていうの、ハンコ、何、消しゴムハンコ、消しゴムハンコ、うん、そのうちぜひお願いします。今ちょっとなんかパーティーの準備とかで、会社設立のパーティーの件でバッタバタしてて、私がバッタリ倒れそうなぐらい忙しいんですよ。そうですね、大丈夫ですか、うん、なんとか自信ないおー、ほんとそんな感じでございます。そうですね、はい、な、野の中の銀のホタルさん、ホタルさん、あ、しまった、メガネかけたお久しぶりです。お久しぶりですなんかね、この距離だとなんかね、うん、見えないのよ実は、ね、ホタルってこんな感じなんですね。もう多分そうだろうっていうぐらいこうやって前にのめり込んでいきたいってそんな感じのね、私でございます。老眼じゃないのよ、シニアアイになってきたって感じ。あ、クラシックアイだね、間違った、シニアアイじゃない無駄な抵抗ではなく言葉を変えていけば幸せになれるというね、そういう法則でございます。そうですね、はい、どこ行ったかな。ああ以上にゃん、あ、以上以上にゃん以上にゃん申し訳ありません、はい、お久しぶりーふだ、はい、お久しぶりーふなるほどね、なるほどね、はい、一服堂さん、はい、分かりました、落ち着いたら図案くだされば作らせてもらいますね、はい、ぜひよろしくお願いします。しいですね、すごい、もうね、私一服堂さんに惚れてんのよ、なんかね、かっこいい女性ね、心が広いでね、一服堂さんのシフォンケーキがめちゃくちゃ美味しい。へー、そう、最高に美味しい。へー、はい、そんな感じでございます。あー、食べに行きたいな。いいですね。あ、なんか今度ほら伊勢行くときに、うん、一服堂さん現地集合で会えるという。あ、本当そうですね、うん、そうでしたね。ね、だからうふふうふふですね前夜祭やりましょう、はい、はい。同じくジェヨンさん、バイト忙しいから今年は忘年会どころじゃないわよ、はい、じゃあいいよ、そっちに行くよ、ね、忘年会ジェヒョンの店でやりましょう、はい、行こうよレイ君、行きましょう、うん、あ、マイク殴っちゃったちょっとコミュニケーションが強すぎましたけど、そうですね、はい、こんな感じですかね、はいはい、痛いけれど愛がいっぱいのこの番組ですがそうです、ね、皆さんどうぞ参加してきてくださいね、うん、はい、お願いいたします、はい、そう、一服堂さん楽しみにしててね、私も楽しみにしてる、はい、そんなこんなで今日のテーマの紹介とか言っておきますか、はい、なんだっけ、ね、今日のテーマは、はい、同じなのに、そうなんです、同じなのに、うん、ね、8時から、はい、テーマの方は入らせていただきたいと思います、はい、で午前中じゃないや、前半戦は、はい、ちょっと笑える怖い話、ね、
不思議な話とかね、うん、していきたいと思います、はい、いやしっかり聞いたらちょっと怖いんだよしっかり聞いたらマジでって嘘でしょって言うぐらいちょっと怖いわけ、うん、でも怖い話を怖くしちゃうのは誰でもできんのよ。そう、怖い話を面白おかしくアホらしく語るのがこの番組でございます、はい、まあ BGM も楽しみながら、ね、ぜひぜひ楽しんでいっていただきたいと思います。では後ほど、はい、まあね、そんな感じで、この先アニソンの方に入っていきます。はい、ずらずらずらと。で、まだコーナーが終わってない時は繰り返してもらえば OK です。はい、で、キャンさんももしよかったら参加してください、トーク。わかりました。話したくなってくるでしょ、このノリだとまあね、僕もおしゃべりなのであ、いいですよ。なんで山ちゃんと変わらんかったかなねえ、普段上から放送してるんで、なかなか間に合わないです。知ってる、知ってる。そうなんですね。ビアガーデンでね、今までね。へー、これもう終わったの、ビアガーデンでの。いや、今日がウークイでお休みだったんです。あら、まあ残念なことで。あさとさんが来てたんですが。あ、なるほどね、はい、そっか。曲変えられそうですか。はい、でこの BGM 聞いただけでゾクゾクしてくるでしょ。ってなことはないか。やっぱりね、明るく楽しくいくためにちょっと可愛らしい曲をずーっと選んでます。ずーっとですよ。この怖い話をすると言いながらずーっと可愛い曲はい、だって今ね、もちろんツイキャスを聞いてらした皆さんはエリューの本音トークがポロリポロリと聞こえてたと思いますが、怖い話を怖いトーンですると自分が怖いんですよ。それから抜け出すために、あともう一つってこのコーナーで注目していてほしいのは、絶対どこかしらか嫌な音とか声とか絶対入るはずです。そういうのが FM 機能案のスタジオでございます知ってる、キャンさん。このスタジオってね、ちょっと不思議な話をするとちょっとノイズが入るんですよ。ね、やめて、怖い。へーって知らなかったですよ。今のトーン怖い。ごめんなさい。やってくれるな。知ってた？タイ。トーンが結構こっちのアンプが悪いみたいで放送には乗らないんです。乗ってる乗ってる、うん。乗ってました。乗ってる。でね、ちゃんおかさんがよく、エリューさん、何時何分の何十秒過ぎ頃にこういうの流れましたよねとか。僕が知ってるのとまた別の話。そう、あ、来る前来る前来る前。あと、なんか前、ちょっとゲストで来てもらってた人がいて、この人も沖縄では結構有名な、お話をなさる方で、うん、女性の方で、怖い番組もやっててでその人来て喋ってる時に二人の間から急にさドンってなってはぁーとかって二人でなってるとかいろいろありましたが、まあそれが私のラジオのスタートなんですよ、実は。FM 講座の番組でマジブン大作戦っていうのがあって、はい、でちょっとそれって怖いよねって言ったら、いや大丈夫大丈夫気にしないで参加してっていうところから、ラジオの世界になんかこう流されてったというか、溺れたというかなんだこの表現みたいなねまあそんな感じでもう4年5年来てますが、そのあたりは怖い話とか、こういろんな番組で呼ばれるのも怖い不思議な番組に呼ばれるんだけどいやいや私怖いの嫌いだからとか言いながら、うん、まあそんな中でなんかやっぱりもうそろそろ夏が秋に変わりっていう、はい、この微妙な、うん、この季節に微妙な怖いというか不思議なお話をしていこうかなと。ね、いろんな体験あるよね。そうですね。どう？今までもう結構いろんなそういう不思議な体験ある？
昔はさほどなかったです。今年に入ってからですかね、よくあるのは。なんかごめん、あのちょっとドキッとしたけど、いつ頃からですか？エリューさんと出会うようになってから。なんか今それはなんか組んだなと思いましたね。多分でも今まで鈍感で気づかないようにしていたと思うんです。あ、うん、ありがとうよ。私のせいじゃないよね。あのなんだろうな、そうなんですよね。そうなんですよね。そう、あのじゃあ、あのじゃああの先にどうぞ、はい、どんな体験を。どんな体験、はい、どんな体験かな。会ってから、あ、はあ、ってから覚えてないな。じゃあ私言っていい？うん、どうぞ。この間出雲に行ったっていう話したじゃない、うん、ホテルを取ってもらったのよ、うん、レイ君たちに。で、まあレイ君たちにホテルだけじゃなくほとんど全部やってもらってるわけ、飛行機から何から全部。、はい、でそんな中でホテルに入りました。でなんかまあなんかほのぼのしたいい感じのこの流れのねホテルだなとは思ったの、うん、そしてよく言えばよ、でまあちょっとこうゆるい流れの時間がここは過ぎてるなと思ってちょっと不思議に思いながら、あのまず私たちが取ってもらった部屋は一番奥だったわけ、うん、一番奥の右角の部屋だったのね。でレイ君たちはエレベーターを降りてもうすぐぐらいの部屋だったわけ。えレイ君たちここの部屋って思って、うん、で、え、何？私を奥に行かせんのって思ったら、奥に行くじゃん。やっぱり、あーんって思いながら入ったわけ。そしたら、満室っていうような話もしてたよなとか思いながら、まあ行って、ちょっとまあ、まあ、まあ行けるかこれぐらいだったらって思ってたの。何かっていうと、パキ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 音がするわけ。ほう。パキ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 。つまりラップ音がすごいわけ、うん、でまあまあまあこんぐらいだったらなって言ってたら調子に乗ってきて、でもバキ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 落とし始めたわけ。おいおいちょっとそれはねってやりすぎじゃないのと。でそしたらおちびを連れてってたので、でそこ一部屋3人で泊まってたんですよ、うん、そしたらなんかおちびがうーんってうなり出して、そう、なんか寝づらい寝づらいうーんって言って、うん、でこのもう一人あの一緒の部屋だった人に抱きつくように離れないわけ。もうがっしり抱きついて寝づらい寝づらいって、いや抱きついたら寝づらいでしょと思ってんだけど違う、なんか離れたくないみたいにして抱きついてるわけ。うん、そしてその間もどんどんラップ音がちょっと高くなってきて、あこりゃ困ったなって、こりゃちょっと疲れるなと思って、うん、であのちょっとしたことをやって、そしたらなんかだん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 落ち着いてったんだけど、で落ち着いてったのはいいけど、このお部屋からは出てってもらったわけ。そしたらこのドアとか窓のところからコンコンするわけ、うん、あの出てったけどまだアクションは起こしてくるので、いやいやいやちょっとねって、私明日朝から早いのにと、だって朝5時からスタートだったんだよね予定では、はい、で3時何分かに半ぐらいに私あの美里ちゃんとレイ君にメールしてんのよ、ごめんちょっと寝れないので、うん、明日の朝のスタート時間を遅らせてくださいと。で6時からにしてください、で6時にもう一回メールして、ごめんもっと送らせてくださいってメールしてるわけ。でフラフラになって起きてって、いやこんなことがあってねって、そしたらそこのホテルの人に一応部屋変えてもらえますって言ったら、なんかやっぱりな的な目の動きをしながら、満室なので申し訳ありませんって、知ってんだなこいつと思いながら過ごした二晩でしたねあの日は。確かに二晩ともね、そう、ね、そう、ね、でやってくれるなと思ったら、廊下歩ってるとそこのホテル足首掴むのよ、うん、でもそれが怖い足の掴み方じゃなくって、うん、あのなんかこういたずらっ子というか、いたずらな大人が、うん、あのふざけて足かっくんとかするじゃない、うん、ああいうノリの足首の掴み方なのよ。でちょっといい加減に大人になりなさいよみたいなのを心の中でつぶやきながらなんかこうで、だんだんこう、掴まれる場所が分かってくるわけじゃない。はい、で、一歩こう、踏み出す前に止まってって、こう、踏むような仕草をすると、おちびが、
何人の手踏んでんのっていうわけあ、いや、そんなことないよ、ちょっとつまずいたとか言って、つまずくのってその後じゃないとか言われながらね、まあありましたが鋭いな、おじいちゃん、うん、なんかそんなことをしつつの移動でしたね。それがなんかまあ出雲での一発目でしたね。そうでしたね、確かに一発目でしたね、うん、一発目ということは何発もあるんですよどうしたの、おしゃべりやって言ってたよね、キャン君もうそんなのがありましたか。ですね、ちょっとこの辺で一回コメント入れますか。結構来ているので。そうですね、はい、そうですね、ですね、一服堂さんの楽しみにしていますっていう上からかな、上からですね、はい、野の中の銀の蛍さん、はい、放送局どこも住み着いているってよねえ、あのいいよね、家賃払わないでいるっていうのはね家賃収入、うん、そう、家賃収入あの迂回のようにテナントに働かせて自分はのうのうと暮らしてるみたいな。いいですね。ね、まあキャン君今一生懸命すみことかこうやって確認して視線が面白い。最近あの見えないんで見えないかなと思って。うん、はい、見たい。まあもう見たくはない。そうですね。メグさん。もしかしてお初ですかね。多分知ってる人だと思うんですけど、あの初見さんかもしれない、知らない人で初見さんかもしれない、はい、感じやすい方方がパーソナリティの時によくノイズ乗ります。あー、やっぱりな。そっか、はい高松マリーさんこんばんは。はい、こんばんは、はい、もう嬉しい、今日も来てくださいましたね。はい、俺はブルガリさん、ブルガリさん、はい、昨日は待たせたな、俺参上だよ、待ってたよ、久しぶりでございますね。恋にお茶のお土産ありがとうございますはい、ジェヒョンさん、はい、バイト先のホテルにもいるようで今日連れて帰ってきたかな、首から肩にかけて重いなんか惚れられたんじゃないのマナミさん、誰かパフォーマンスしてるよって、おーなんかでもちょっと嬉しいような複雑な気持ちを持ちながら今みんなで振り返ってあれなんでそれが怖くなるんでしょうね。なんかさ、別に何もいないのにただ遠くを見てって言っただけでみんな振り返るよねなんだろうね、あれね、もしかして前にいるかもしれないのに本当ですよって言っただけでみんなこうなんかあの心理って何なんだろうね、みんな後ろにいると思ってるっていうのがね。そうなんですよ、ね、見えないからこうやっぱりみんな見てる方向に見えないと後ろにいると思うんだろうね。ね、結構ズーズーしいやつって本当に目の前にドンといるからねあの前もね、違う時に話したことあるんだけど、うん、あの沖縄に、まあ、来始めの頃というのかな、あの新都心の映画館に行った時になんかね、太ももをサワ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 するわけ、はい、でふーんと思ってちょっとアンテナ張ってこう見たら、はい、あのお亡くなりになった結構ご年配の軍人さんがこう人の太ももサワ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 してるわけおいおい死んでもかいとか思いましたけどねさすがですねもうその系統の話だと、うん、あの沖縄の国立劇場あるじゃない、はい、あの泊まりに行く前の、はい、右側の、うんうんうん、あの宜野湾の方から、あそこの劇場内でイベントとか見に行くじゃない、うん、そうするとあの通路で踊ってる人がたくさんいる。踊ってる人、踊ってる人がたくさんいる。あ、つまり何だろう、あちらの方四次元の方たちと言えばいいのかな。へ、踊ってるんですね。うん、うん、へ、踊ってる。明るい感じで、明るい感じで、感じで今明るい彼女で来たそう、ね、うん、パーティーですかね。そうで、ちょうど今日ウークイで、そうですね、ね、うん、もうほんとぎゅうぎゅう詰めようねっていうか結構混雑してますねっていう感じはしますよねその感じはしますね。で、うん、ちょっとこのもうちょっと隙間開けてくれるみたいな。そうそう、重い、眠い。そう、うちに仏壇ないからみたいなそう、仏壇ないからっていうと、ね、なんだろう、お迎えしてもらえないね、方たちが寄ってくるので、いやいやちょっと待ってよって、うち準備してないよとか言うと、まあまあそれなりのことは起きますけどねそうなんですね。なんかココイチでいいって、それこそレトルトですがみたいなね、そんなことがありますが、それでも皆さんなんか沖縄のこの
なんていうんだろう、亡くなった方というか、うん、は結構なんかこう、うん、いい感じ、それでもいいさみたいな感じで来てくれるよね、うん、あって、うん、変な問いかけですよねこれって、うん、もしかしたら。いやいやいや、わかるわかります。はい、うん、なんかもう楽しいでございます。はい、高松マリーさん、はい、ツイキャスのフレームが怖いって。何、多分これ手のやつですね。あ、ちょっと誰これやったの。誰、ね、誰これ、まあ、でももしかしてブルガリさんあたり、わからない。じゃなきゃちゃんかさんとか。誰だ、ちょっと探してやる。まあ誰だこれを、もう盛り上げてくれてありがとうよって感じですけど、ね。まあ、でもテーマに合ってるって高松真理さん。あ、本当、いや、これはもう犯人見つけたぞ。おみゃーだなみたいな。怖い、いいよこんな、怖い、はい。でもありがとうございます。私ウサギとかにしてほしいな。はい、野の中の銀の蛍さん、はい、キャンさんの後ろのカーテンよく潜んでるらしい。やめて。あ、そっちでしょ、はい、僕がミキサーに入ってると思ってる。あー、そっかそっかそっか。あー、そうなんだ。あのミキサーに入ってるのは、あのレイ君でございます。先週からね、レイ君がミキサーに入っております。あのこれから、あのこういう楽しいトーク、あのぶっちゃけトーク、いろんなトークがもうね。、はい、あのさっきのオープニング面白かったわあれ。いいね、歩んでいいよ。本当ですか、うん、言いたいことどんどん言って。 OK です。はい、よろしくお願いします、はい。同じく野の中の銀の蛍さん、はい、異空間の方たちが踊っているの。そう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 、異空間、異次元かな、どうなんでしょうね。でもなんかまあ、なんかいいかもね。はい、なるほど、はい。ちゃんおかさん、私ですって。そうです、あなただということは気づきましたよ。さすがだな。はい、なんかうまいよね。うまいですよね。うまい、うまい、心遣い。はい、ジェヒョンさん、今日はウクイね、浜辺に行ってみようか。いかんよ。帰ってこれると思う。う、ね、無理無理、ね、今気にしないみたいですね、みんな、ね、よく行くよね、うん、水場に近づくなんて言うよね、うん、若い頃入ってました。うわ、今思えばもう本当に冷や汗もんですね、ね、あのさ、若い時ってなんだろうね、そういう場所をあの行こうとするよね。ちょっとみんな待ち合わせて夜行こうぜみたいな、度胸試し、そう、ね、でなんか帰ってきて青くなって、なんか1ヶ月2ヶ月もう閉じこもってね、部屋から出てこない人とかいますから。私も行かない、あんなさ、あのやっぱりそこではなんかやっぱりこう納得したあの旅立ち方をしてるわけじゃないじゃない、うんうん、それなのにそこを面白おかしくそういうスポットを回って歩くっていうのは私はどんなもんかと思います。前はっきり言うとバカモンって言いたいやつね。本当に、もう本当 に, 本当に、はい、ハリマルさん、お初です。はい、お初でございます。どうぞ末永いお付き合いよろしくお願いします。ハリマルさんはどちらからの あのあれなんでしょうか ね, ねえ、はい、もうよろしくお願いします。マナミンさん、はい、引きずられて沈められそう。怖い、言っちゃったな、言っちゃったな、マナミンさん、言っちゃいましたね、うん、私遠巻きに怖いから言わなかったけど。結構いいパーソナリティになりそうですよ、あなたは。ぶっちゃけがね。そうそう、うまいうまい、楽しいでございます。ほんとなんかやっぱり水場っていうのはお盆とか、うん、あとよくあのなんかね、友達とか知り合いでそういう亡くなり方した時は三回忌とか、うん、そういう時までは近づかないようにっていうのが内地の方でもあるんだけど、うん、沖縄ではどうなんだろうね。お彼岸とかも近づかないようにって言われてる？どうなんですか？みんなキャンさんに聞いてる。いや、特にはそこまで聞いたことないような気がします、うん、ただ1年間はあんまりそういう祭日とかには行くなっては言われました。そうですね、ああなるほどね、うん、はい、なんかさ、私キャンさんって今日分かった時に、あ、そうなんだ、あっちの国の人なんだって勝手に思ったら、キャンさんって沖縄の名字だよね、うん、そうですね。なんかこう雰囲気でなんか海外の方だなって思ってしまった私が。ありがとうのせいだ。多分ね、なんか似合ってますよ。はい、はい、あのキャンさんといえば、つながってるかどうか、キャン岬ってあるじゃない。はい、私沖縄に初めて来た時にあそこに行ったのよ。行ったのっていうか連れて行かれたのよって言った方がいいのかな。うーん、で私そこで言った言葉が、へえ、キャン岬って真っ赤なんだねって言った。そしたら一緒に行った人たちが黙って帰ろうかって言ったのね。で、うん、どうしたんだろうって思って、後から
その人たちはね帰ってきて、どっちかっていうとこう周りがこう平穏な空気が流れてる場所に行ってから、うん、キャン岬の話とか聞いて、うん、あそこは赤くないよっていう話をして、うん、で写真を見せてくれたの、うん、あ本当だ赤くないって、あそこの岩も土も全部真っ赤だったのにって、こう赤土というか赤土よりももっと赤く見えてたというか、うん、でなんかすっごい火薬の匂いとかすっごいねっていう話をしてて、うん、なんかこの近くに花火工場でもあんのとかっていう、なんか知らなかったから私はその頃、うん、あまりそういうことを、うんうんうん、ただ感じることを言ってたっていうだけで、うんうん、ここからどうなったとかああなったとかこうなったとかっていうのは知らなくって、はい、そして写真を見せられた時にまた言ったのが、ここに人が倒れてる、ここに人が倒れてるっていうのを全部言ってたのね。そしたらその人が携帯をパタンってしまって、もう終わりにしましょうってで、そうって言ってこう携帯を開けたら電源が切れてて、二度とその携帯は電源が入らなくなったは、うん、というお話があります。すごいですね、すごいですね、まあそれはみんな聞きたくないですよね。え、言っちゃったし。違う違う違う、その時ですよ、その時そうそう、うん、そういうことが、はあ、怖いな。あれなんででも電気系統ってすぐ切れるんでしょうね。同じなんか周波数がなんかちょうどぶつかるらしいでしょ、うん、前言ったっけ、私宮城に住んでた頃に、はい、朝、うん、もう光車って怒ったら、うん、コンセントがバッて火吹いて壁焦げたのでその2週間も経たないうちに電子レンジも洗濯機も冷蔵庫も全部ダメになって、あはってなっておじいちゃんに頼むから怒らないでくれてるという話がありましたけどねすごいですね、すごいパワーの持ち主ですね。今は大丈夫、壊さないから高いですからね、高いですからね、もうやっぱり自分でやっていかないとねいけないから、壊さないだからおかしいのが、うちにテレビも4台掃除機も4台なぜかあるの多分すぐ壊れても使えるように買ってんだろうね何これって言われてるたった 3LDK のお家なのに高い高いどうすんだよみたいなね。なるほどね、はいはい、はい、コメントいきますね世の中の銀のホタルさん、旧盆の時期はともわれてない霊や、はいはい、その世に未練のある霊も活発にうごめき回っているのかな。そうだよね、なんか何だろう、お寺だったので私、うん、逆にお盆で在家さんたちが一般のご家庭で迎え火炊くじゃない、その時お寺では送り火を炊くんですよ。ほう。で皆さんのお家からご先祖様返す時に送り火を炊く時にお寺では迎え火を炊くんですよ。へえ。で「お寺怖くない?」って言われるんだけど、いや普段は怖くないのよ実は。うん、怖いのは送り火を焚いた後にガランとした時が怖いなるほどね、うん、なんかね大家族で住んでるのに、うん、人がいなくなっちゃって、あそういなくなっちゃった感じの中にいる方が怖かった。そうするとやっぱりこうなんか帰れない、お迎えしてもらえない人たちが残るわけじゃない、はい、そうするとちょっとふてくされるわけよ。ほう、うん、中にはね全部が全部じゃないよ、うん、で他からも溢れてきた人たちとかも出てきたりするし、うん、永代供養で扱ってる人たちも帰ってきたりするので、うんうんうん、だからなんだろう、もうそれの背書きがいっぱいこうあるので、うん、供養のやつとかこう盆棚をちゃんと一軒一軒うちでは準備してたので、うん、お預かりしてる人たちをまとめてじゃなくって、でまあなんか最初の頃は慣れなくって、うん、なんか怖いとか思ってたんだけど、だんだん慣れてくると、だったらと、うん、だったらってそこの場所にテーブル準備して酒盛りの準備するんですよ。へえ。うん。でどうぞどうぞ飲んで騒いでくださいみたいな、うん、お酒のコップを般若湯です、どうぞ召し上がってくださいって言って、うんうんうん、準備してごく普通のお家で生きている方たちと同じようなお盆のおもてなしをするの。へー。そうすると不思議と、うん、
あの夏の暑さではないあったかさが広がってくるの。とっても和やかなね、うん、なんかねみんなこうなんかほっとしたような、うんうんうん、なんかこうやっぱり誰でも招かれたら嬉しいじゃない、うんうんうん、で一番何が辛いかっていうと無視されること、うん、自分はいないものとされること、うん、それが辛いから誰でもね、だから同じようなことでおもてなしをすることによって、うん、そういうふうに楽しい時間が恐怖をどう楽しく変えるかっていうのは本当にちょっとしたことで変えられるというか、皆さんも試してみてください。でもね無理してねなんか自爆霊とか拾ってきたのをどうぞどうぞなんておもてなししないで、私にはどうしていいかわからないし私にはそんな力ないのでどうぞあなたの行くべき場所にお帰りください、そして私にはそんな力はないのでどうぞどうぞどうぞと言って帰ってもらってください、うん、無理にご供養しようとしないようにね、大変なことになりますからね、はいはい、そうなんですね、そう大変大変、もう一回神主のおじさんに怒られたことがあって、うん、お前何やってんだって怒られて、何やってるのって何って言ったら、お前何をこうねみんなこう拾って歩ってるんだって言われて、うん、別に拾って歩くつもりなかったんだけど、このある山があって、うん、ここを下から順繰りに全部お地蔵さん周りをして頂上まで行って帰ってきたことがあるの。そしたらもうなんていうのかな、ドロドロに疲れて、もう本当に泥沼にもう沈み込むような体の重さというかになっちゃって、もうこれきつい、これまずいなって思って、宮司をやってるおじさんに電話した瞬間に私だという前に怒鳴られたというでおじさんはすぐ飛んできてくれて、なんか本当にこいつはもう仕事ばっかり増やしてもんとかいろいろ言われながらそういうことですね、そうわーってやってもらって、あ楽になったみたいな、もうちょっとちゃんとコントロールできるようになってからやりなさいって言われて、ね、あはーいみたいな、未だにおじさんには頭が上がらないのですごいな、そんなのもありますね。だから皆さんよく、うん、お地蔵さんがあって、こうお地蔵さんもいろいろあって、交通事故でそこで亡くなって、親御さんがね、ご両親がその子のために建てたお地蔵さんとかによく手を合わせたりするんだけど、その時はあんまり私はお勧めしないかなと、やっぱり親戚じゃない人たちはあまりどうかなと思いますね。そう、うん、その子が悪さするわけじゃなくて、うん、そこに集まるいいないいな羨ましいなみたいな感じで集まってくる他の、うん、成仏してない霊たちもたくさん集まってくるんですよ。で別にそこに祀られてる人がこうなんか憑依するとかではなくて、その周りに集まってきたものとか動物霊とか低級霊とかがいろんないたずらをしてきちゃうので、ちょっとそれは避けた方がいいかもしれないですね。気をつけましょう。はい、はい、ちょっとコメントいきます、はい、テンション下がってるよ、霊くん。アニマルさん、連れて行かれた方は違う聞こえ方が、どういうことですかね。待てよ、どこどこどこ、ハリマルさん、はい、うん、キューポンの時はの次、あとですね、うん、次です。ああー、これか、うん、連れて行かれ、うん、連れて行、うん、連れて行かれたは違う聞こえ、あれかな、誰かのあれかな、あ、そうなの、うん、わあ、その前にハリマルさんが前の前の前の枠ほどからお邪魔しています。なるほど、聞いてはいてくれたんですね、ありがとうございます。前の前の前ってどんな、あ、戦争のあの頃の話じゃない、終戦記念日あたりかな、はい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 、あれは聞かなくてよかったよ、よかったのに、うん、あの時あんまりいい雰囲気じゃなかったからまあ私たち の, 本当の雰囲気はこれでございますがね、そうです、まあ、いろんな雰囲気で楽しんでてくれればいいかと、はい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 、まなみんさん、やっぱり見える人っているものなんですか。いるんじゃないのかな、うん、見えるというよりも多分見えないと思ってるだけで、うん、見ないようにしてるだけなんじゃないかなと思う。うんうんうん、うん、だと思います。うん、時々見たくないっていうのもあるよね。うん、
うん、見たくないと思ったら見えなくなるもんなんですか？なりませんね。そうなんですね。なんだろう、見たくないのは嘘ついてる相手の心。あれはきついわ、見えてんだからお願い嘘つかないでとか思いますもんね。お願いやめてと思います。はい。そうなんですね。はい、はい、ね、野の中の銀の蛍さん、はい、見える方には寄り寄ってくるって多分代弁してほしいからなのか。そうなんです。私の職業の、肩書きがアドボカシーって言って、フランス語で代弁者っていう意味なんです。うんうんうん、でよく今日本では、うん、介護の職の人にね、この間美里ちゃんもいや介護職の人のあれで出てるって言ったんだけど、ね、うん、普通の介護の人よりもアドボカシーっていうことを日本で福祉の関係でやってる人たちは、この人の生まれた時からの環境だったり今の生活環境だったり全てをトータルで聞いて知って調べて、この人のに合った家庭環境というか生活環境を作るという意味でフランス語のアドボカシーっていうのを使ってるんですよ実は。へー、うん、フランス語なんですね。そうなんです、うん、で私はいろんな意味でその人がやっぱり思って生まれてきたことを成し遂げるため、やりたいことにちゃんと向かっていけるように、その人がちょっとこれを出しちゃうとちょっと生きづらいとか、今まで生きてきた環境の中でやっぱりちょっと本音言うとなんか生きづらいよねとかいう人たちがまあほとんどだと思うんだけど、それを逆に言った方が自分らしくより自分がやりたいことに到達できて幸せな時間が増えるよということを伝える仕事をしているので、私の肩書きが代弁者アドボカシーという仕事をしているんですよ実は。うん、だから見えるとか見えないとかっていうよりも、時々逆にあまりにもリアルに見えすぎて今何が起きてるんだろうっていう時もありますね。例えばこう今、キャン君がいてレイ君がいて、でこうやってる時に次にやってくる映像が見えたりする時があるわけ、リアルに。そうすると、今どっち今どっち今どっちってこう自分をね、ここの時間に戻すのは大変だったりする。時間のあれがないんですね。概念というか、うん、時間の概念がないですね、うんうんうん、だからいつも美里ちゃん私の時間を読むのもうまくて、うん、30分頃って言うと40分ですねみたいな。そう、そっから来てるのかもしれないとかって言うわけですが。そうね、美里ちゃんさすがです。はい、はい、そうですね。はい、はい、野の中の銀の蛍さん、妹は見えて、はい、たまに取り憑かれて怪我したりもあったみたい。そうなのよね。これはあれなんですか、悪さして怪我しちゃったって感じなんですか。どうなんだろうね、いろいろだと思うよ。例えば、うんうん、なんだろう、もちろんこのなんだろうな、なんてまず一つはこうなかなかトントンってやっても気づいてもらえなくって、うんうんうん、気づいてもらうためによくあるじゃない、子供って、うん、なんかやっぱり語彙が少ないから言葉が少ないからお友達と遊びたい時にねえ遊ぼうってすぐ言えなくって、うん、トントンしたりする前に引っ張ったり押したりとか突き飛ばしたりしてから喧嘩してから友達になったりするじゃない、はいはいはい、あんな感じで気づいてもらうためだったら何でもするっていう感じのもあるんですよ実は。なるほど、ね、だから別に怪我させようと思ってやったんじゃないけど、え怪我しちゃったのって思ってる人も中にはいるというか、うん、そうだから悪気はないんだけど中には悪気のあるやつもいます。だからこの辺は生きてるのも生きてるのもって言うと変だけど、肉体を持ってる人も持ってない人もちょっと同じかなっていう、性格いいやつはどこまでもいいし、悪いやつは悪い。そんな答えでもいいかな。はい、そうなんですね、はい、そんなもんですよね。そう、そんなもんなのよ。だから最初に生まれたから素晴らしい子かというと、そうでもないでしょ。うん、まあ、僕も一応体験上はいろんなのがあるので、ね、だからそんなマイク入ってる？ぜひ入ってマイク、はい、あ一応、はい、これ入ってる。ああ、うんうん、あよかった、はい、はい、だから僕自身も結構不思議な体験が幼い頃多くて、うん、だってそういう目してるよね。あ、そうですか、ね、してるしてる。、うん、もう一人夜 のゲストで来られる方で芸人さんなんですけど、そういうユタの家系の方がいて、うんうんうん、普通に見える体で話されるんです。そう、普通お母さん見えるよね
って言われるんで。だから不思議だったのがこの話をするときに、うん、山ちゃんがウークイで俺今日いないからって言われたとき、うん、ふーって思ったのは、うん、じゃあ山ちゃんじゃない人が入ったときにこの話はなんか、うん、きっと通じる人が来るんだろうなと思ったらやっぱりこうだったから。だってギリギリまで、ね、うん、私今日このなんかこう面白おかしく怖い話するようなんて出してないんだもん。いや、そうですね、先ほどまで全然聞いてなかったの、そう、はい、すっげえ、そんなもんよ。タイミングいいですね。お、うん、え、うん、うん、そうだね、うん、面白おかしく、うん、怖い話って言ったら僕できますよ、まずね、え、この FM ギノワに来てからのがあるので。あるだろうね。いっぱいあるだろうね。だってさ、コザの時もすごかった。あっち行った、コザ、はい、あっちもすごかったでしょ。もともとは僕コザで呼ばれてたの。あ、そう、こっちに来てよかったね。だってあっちは思いったらしゃあないわみたいな。そうなんですね。そう、え、これ言っちゃったからしゃあないか。私はそうですからねえ、はい、もうなんかさ、あのこうある一線をこうしてあっちに入っていくと、はぁってはぁってなりながら車を運転して入っていく。へぇ、うん、私はこっからは入りたくないなって、はあ、でも結構沖縄全体的にそうじゃないですか。ほんとね、軽い場所とそうじゃない場所が軽いなんですね。うん、軽い。なるほど、うん、だってこの宜野湾市内だけでも、うん、あ違う、本当にこの 100m 先と 100m こっち側じゃ違うもん、うん、へえ、そんなにすぐ違うもん。違う違う、あの雨の傾きと一緒ですね、うん、そうね。そうね。だから沖縄は島でちっちゃいけれど、うん、凝縮されてる、世界すべて入ってるって感じ。なるほど、いろんな世界が、いろんな世界が。チャンプルーですね。本当にもう、え、何何あったの、教えて教えて、ぜひぜひ。あのですね、うん、ここはやっぱりなんか出るっていう話を前から聞いていたのもあるんですけど、うん、僕自身はあれなんですよ、このなんかあの、まあ、ちょっと重い空気は感じるなとは思ってたんですけど、うん、大学生ぐらいからも見えなくなってるので、うん、あの別に気にしなかったんですね、うん、そしたら家に帰ったら親に、うん、昨日女連れ込んだって言われて。はぁ。家に帰ってあの翌朝起きたら、ああこういうことだろうなと思ったんですけど、忙しかったんで詳しく聞かなかったんですよ、うん、連れ込んでないよって言ったら、うんってだけ言われて。なんかあの分かる、あのね、うん、実は私も女の人だなって実は思ってたのが、うん、あのなんだろう、ゲストで男の人が来るとノイズがすごいわけ。へえ、うん、男の人が、そうで、ちょっと綺麗な、だからごめんね、綺麗じゃない人の時はもしかしてノイズあんまり入ってないかもしれない。ちょっとさ、多分その存在の人がちょっとチッて思う相手だとノイズが強い。だからこの人ちょっとクールな感じの綺麗な女の人なのよ、若い女の子みたいな。そうで、チッてなって、うん、チッて言うなよって思いながらラジオで話してんだけど、それ聞くためにイラ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 しながら、もうあんたの番組じゃないよとか思いながら、もううるさいなーと思って、山ちゃんの後ろに行っとけとか思いながら。そんな感じで番組してましたけどね。へー、うん、気が散ってしゃあないですね。はいよ、あのメッセンジャーの脇と一緒よ。あれね。もうそんな感じでございますから、ね、はあ、でも女の人って断言できたんですね。もう断言されました。で、あのその後聞いた話で、うん、ここに女の人いるよって言われた時に、あ、うん、やっぱり女なんだと思って親に詳しく聞いたら、うん、部屋の中で影が動いてた。で、明らかに女の子の髪型だったから、女連れ込んだって聞いたんだよねって言われた。あ、なるほど。わおだな、わおだな、すごいな。女の人が多いんですか、でっていうのは。あ、そうでもないよ、だってこの世の中男と女といっぱいじゃん、うん、本当ですか、うん、35億と一緒で話す。そう、でもあの絵の具の色と同じ、いろんな感じ、男だと思ってるけどでもなとか、女だと思ってるでもなとか、いろいろあるじゃん、はい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 、で私あの親になんでこんなに嫌なことされんのかなとかって、うん、こうはーんって感じで言ったら、だってこの世の中男と女しかいないじゃないって言われた時、本当に男と女しかいないのって
聞いた時、何あんた言ってんのって言われたけどなんかそこで私は大きいクエスチョンマークが残ったままだけど、うんうんうん、まあ、そんなのはどうでもいい話で、うん、ですね、キャンさん今メールが2つほど入ってると思うんです。はい、はい、それをちょっと拾うことは可能でしょうか。メールですか。はい、ちょっとですね、あのこちらの方にも、はい、あの笑える怖い話というのが届いてて、ね、ちょっとこちら読ませていただきたいと思います。はい、はい、私の友人の話です。彼のクラスには学校に来ないやつがいました。やつには教えてないのにクラスの中で携帯を持っている全員の携帯アドレスにそいつからメールが入る。そいつに教えているやつがいるとクラスの中で大騒ぎになった。気味が悪くてアドレスを変えても必ず届く。もともとやつを毛嫌いしていた女子が特にひどい被害に遭っている。1日に100通以上入ってくる。ある時その女子がおかしいよアドレス変えても来るのと言い、みんなの前で携帯のアドレスを変えた。新しいアドレスを知っているのはその場にいるものだけ。20秒も経たなかったと思う。女子の携帯にメールが入った。コロコロアドレスを変えるんじゃねえと言った内容。誰もやつに教えていない。テレパシーでもない限りは無理。その場にいた全員がパニックになった。みんな震えが止まらなかった。すげえ怖かった。しかし本当に怖いのは私の友人のところだけやつからメールが来なかったのである。忘れられている友人は複雑な気持ちで家路に帰ったらしい、うん、爆笑ですね途中でもうあと2行ぐらいに読み終わる時に苦しくて笑い出す。もうこれはかわいそうに。だってさ、そうじゃない、みんなになんかさ。でも逆にこの一人のさ友達はあれなんじゃないの、はい、悪いやつじゃなかったから来なかったんじゃないのね。守られてたとか、そう、なんていうの、この人は唯一意地悪をしなかったとか、あ、だから嫌なメールとかしなかったんじゃないの、うん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 、だってもしさ嫌なメールじゃなくて逆に愛してるよとかよこされても嫌じゃない、逆にお前だけは別に恨んでないよとか言われてもそんなメール届いても怖くない、逆に想像してごらんよ、なんか怖いよね。怖いや、あー怖い、うわ、どうやって知ったんですかね、どうやって知ったんですかね、その答えは分かんないんでしょうか。ままどうなんだろう、教えてくださいぜひ、ねね、で、もう一つのメール、うん、はい、これレイ君の方から読みます。 OK です。はい、私の友人が体験したお盆の時期の話。はい、彼のアパートの隣には墓場がある。彼は霊感はなくあんまり怖い話を気にしない性格なのでそこで暮らしていた。お盆休みの時に彼は田舎に帰省することになった。家を出る時に背筋がヒヤッとしたらしいんだがあまり気にしなかった。彼が1週間ほど経ち田舎から帰省し部屋に入ると背筋の凍る思いをした。部屋中すごく寒い。安アパートの夏場は暑いぐらいなのになんだか寒い。あんなに怖かったことはない。クーラーつけっぱなしだった電気代いくらかかるんだよ、今月の電気代が怖いと思ってますよじゃあ岡さんいやこれは怖いですよ、これはこれは怖い、これは怖いですよ逆に安かったりしませんかねそう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 、あの循環がうまくいってあ、ダメだ、おかしいあ、もうなんかさ、懐もこの人深い人だけどネタも多いよね、多いね、多いですねさすがだな。でも僕の家はずっとスケッパーだったので、うん、
怖いですよね、そうよね。あ、うちもつけっぱなしだよ。ね、ですよね、うん、僕もつけっぱなしです。パソコン機材がデリケートなんで。ですよね。そう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 。私なんかね、湿度とかに弱いわけ。うん。で、外から帰ってきた時にこのじっとりしてるのがきつくって、あのもう入ったらすぐスッとなりたいっていうか。だからもうかけっぱなし。もう自分はあの DJ をやってるんで。おお。部屋にブースつけてるんですよ、自分で。はいはい。それでその機材をちゃんと保てるように。なるほどね。大事ですね。うん、大事大事。パソコン動かしてラックでこうやって。はいはいはい。すぐね、ダメになっちゃいますからね、湿気で。なるほどね。なるほどね。すごいね。管理が大変です。ね、うちお父さんが暑がりで、うん、あの夏はクーラーガンガン、冬はヒーターガンガンの人だったんですよ。うん、それで来たので。自分も独立してもずっとクーラーガンガンだったんですけど、その方が安かったんですよね。月どれぐらいかかる電気？1万ちょっとです。あれ、まあうち4万ぐらいだ。おんだってうちね、長男と私がすっごい暑がりだわけ、うん、で長男は仕事に行くまでずっと上にいるわけ、うんうん、で私はずっと下で仕事してるわけ、うん、そうすると2台かけてるじゃない。でちょうど長男が仕事に行く頃に次男とか下の子たちが帰ってくると上にいるじゃない。もう2つのクーラーフル稼働しっぱなしみたいな。もう、ね、あのそう、東北にいると冬は暖かい部屋から寒いとこに行きたくないもんだから、うん、あの誰が出るみたいな感じだわけ。なんかチャイムとか鳴ると、うん、インターホンとか鳴ると、うん、今沖縄にいると暑いところに出たくないもんだから、あのインターホン鳴ると誰が出るってそこまで。そう、とっても暑いの嫌い。そんな感じでございます。はい、いや、こんな感じでなんかこう笑える、この画面どうしたらいいの、キャン君。あ、はい。はい、なんだろう、そんな感じで楽しいこう怖い話があったわけでございますが、あ、なんか結構来てるね、こっちのコメントも。じゃあちょっとこっち行きますか。ホタルさんのところからかな。はい、はい、すみません、キャンさんお願いします。じゃあその間私読んでましょうか。お願いでしょう。野の中の銀の蛍さん、人が亡くなるときにその亡くなる人の家から人玉って読んでいいの、人玉が飛び立つと言うけれど見た人スタジオ内にいますか。あの人玉はあの何度かありますね。うん、でも人玉が飛ぶというよりも、結婚した相手のおばあちゃんが亡くなった時に、うんうん、そのおばあちゃんを、おばあちゃんが寝てる場所、うん、まだあの火葬とかの前なので寝てる場所の方から、何かが来るのが分かったんですよ。そしたらそっちから紫色の光が来たんです。で紫色の光が来て、あ、来た来た来たって思ったら、はい、あの寝てる部屋の障子の前で一度止まって、でもちろん障子は開かないよ、障子からスーッと入ってきて、この廊下側から私子供たちって寝てて奥にあの仏壇があったんです、うん、そしたらその前をずーっとこの青いっていうか紫色の光が通ってって、うん、自分が可愛がってた孫の前にふっと止まって、うん、こうなんていうのかな、顔を覗き込むようにその光が動いてからまた足元まで戻って仏壇の中に消えてったんです。へえ、うん、あったかくなる話ですね。ねえ、うん、でもこれで私ふと思ったのは、うん、やっぱり孫嫁よりも孫なんだなと思った。私のことは覗いていかなかったので。あ、そう。でもなんかそのおばあちゃんを表す色だはやっぱり紫だったなって。なぜかというと、なんかその人の雰囲気というよりも紫が大好きなおばあちゃんで、あ、うん、はい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 、だからあの、あ、そうなんだなって次の日の朝みんなに話したら、うん、この兄弟2人だのね、そこんちで、うんうん、でその妹と私が同じ誕生日だわけ、うんうん、そしたらその子も、え、私のとこに来てないって言うんで私も見えるはずなのに来てないって言って、私たちは多分良かったんだはずよって私が言ったら、もうって言うんで、そういうなんかね、仮
装の日の朝の出来事でしたけどね。人玉と霊って違うんですか？あの人玉っていうのは科学的にあの輪、人のあの輪が燃えるって言われるんだけど、だからどっちかっていうとあのなんだろうな、土葬とかしてた日本の文化とかでね、そこからこのこう朽ちていく中で、あのこの体から出てくる成分がこうポッと一瞬あの燃えるというか光的なもので反応して出るのが人玉って言ってて、だからここで蛍さんがおっしゃってるのはこの霊体のことだと思う。だからあのよくドラマとか映画とかで人玉ってこんな色ってするけど、みんなそれは魂の色なので全部違う、うん、で他にちょっとあの私の祖母のとても仲良くしてたおじいちゃんというかいて、本当にこう博学な人でみんなから慕われてた人なんだけど、その人が亡くなった時はすっごいものすごいでっかい光の玉が空の方からグーンって押し寄せてきて、ボンって目の前で止まって、私が幼稚園ぐらいかな、小学校1年生か幼稚園ぐらいの時にこの目の前に止まってパーンって消えた。でその時にあ、おじいちゃん死んだかも私が言って、そう、そしてみんななんかえってなって電話したら今で、みんなで慌てて病院に行こうとするから、だって死んだのに慌ててどうすんのっておちびが言って、みんなになんか睨まれた記憶があるんだけど、いや死んだら慌てたって仕方ないんだよって小学校1年生の子が言ってるというのを未だに言われますね。ごもっともですけどね、ね、分からないならね、ね、まあそんな感じでしたけどね。はいはい、はい、そうでございます。そちらの方でもコメント読めますか？はい、読めます。はい、じゃあイミッチャさんの、イミッチャおじさんのところからお願いしていいですか？はい、イミッチャおじさん、はい、こんばんは。うーくいして帰ってきました。今日は幽霊話をしているんですね。先月富城から与那原町に引っ越してきた時、霊を見る嫁さんのところに着物を着たおじいちゃんと女の人がまるでどこのドイツだみたいな顔してふわっと消えたようです。なるほどね、久しぶりだね、イミッチャさんね。あのなんかいろいろ本当に性格ってもういろいろだよね。うん、でしょうね、人間もいろいろなので。そう、まあ私の周りに集まってくれる人はいい人が多いですけどね。うん、うん、そうですね、そう、僕も含め、そう、いいやつだぜ、キャン君もね。はい。でもさっきのさ、キャン君の話面白かったよね。朝お母さんのところに起きてきたら女連れ込んだでしょって。朝になって言うんだねそう、朝になってね、お母さん入ってくればいいのにね。うちの母を覗かれてたっていうから、もうこれだけはやらないと思ってると思います。いや、そっか、うちの家族が結構覗きっていうか、あ、ま、前の家実家暮らしの時に、うん、結構みんなあの知ってたみたいな、うちの母が付き合ってるのみたいな。なるほどね。結婚した時にはみんなにあのなんか言われたみたいな。いろいろ複雑な思いをしてる。なるほどね。なるほどね。お母さん立派でございますね。やられて嫌なことはしない。本当基本それだよね。あの私もやられて嫌なことはしない。でも言っても分かんないやつには同じことをこういうことですよっていうのは、そうするとしますけどね。まあそんなもんですよ。その立場にならないと分からないこともありますからね。そうです。まあそんなことはいい、みーちゃさん。そうだったんですね。どこのドイツだって言われたら、ではこれから戸籍謄本を取り寄せますって言ったらいかがだったんでしょうかね。住民票でよろしいですかとか。はい。今度そんな風に言ってみてください。はい。はい。はい、こんな感じですかね。はい。はい、さらりと行きましたね。まあこんな感じですかね。すいません。いいと思います。ね、あのこんなに怖いけど笑える話が長引くとは思わず、よかった、ね。うん、笑ったばっかですけどね。あのちゃんおかさんのはもう本当笑えたわ私。面白かった。こらさすがだな。そう言ってるちゃんおかさん全然コメント来ませんが、あの大丈夫ですか、ね、どうなってるんでしょうかね。ぜひ参加していただきたいと思います。あの今日から初見さんの
方もいましたよね。もう楽しかった、うん、一服堂さんありがとうございますね。コインジェヒョンもありがとう。高松真理さんからも来ておりますね。あーもうほんとコイン皆さん入れてくれるとこう30分で切れなくていいですね。そうハリマルさんですね、うん、あのはい、どうぞどんどん参加していただけたらと思っております。あれそういえばどっかで私誰だあ来てるなと思ったのがちょっと前の方で、あ、ハチホミさんだ。そう、ハチホミさん来てくれてましたね。ありがとうございます。今晩も最後までお付き合いよろしくお願いします。あのブルガリさんもなんかぜひぜひコメントよろしくお願いします。てなわけで後ほどもう一度会いましょうね。こあの後半戦はおな同じなのに、そうよろしくお願いします。ではでは、あのこの曲を入れたいんですけど、はい、テーマのところでさ何も曲決めてなかったよね。そうですね、 CQCQ のやつ、うん、これはここに入れたいわ。ドロップ&ドロップで引っ張ったんですか。はい、OK です。これアルバムなんですか。これはシングル、シングル、プレイリスト内なので、大人になっていくんだねっていう、そのまま引っ張って多分大丈夫なので、でこのマークを消してダウンロードしておけば、はい、いつでも再生できます。さあ曲大丈夫ですか。CQ。ダブルクリックで流れます。あ、わかりました。これ。ちょっと一応。面白すぎるこれ。ごめんなさい。面白い。これ CQCQ のこれ探したい場合どうしたらいいんですか。これあ曲をですか。そうなんです。あこれはこの曲ではないってことですか。これアルバムなんです。バンド。はい。でこれをまた検索で。じゃあマイクを上げてもらっていいでしょうか。はい。てなわけでここからテーマいきたいと思います。同じなのにな。はい、今日のテーマでございます。またまたコメントの方の欄でツイキャスの方でコインたくさんありがとうございます。これで消えれることなく最後まで皆さんとトークしていけるなと、もうありがたいと思います。コメントの方もどうぞ皆さんよろしくお願いしますね。はい、ちゃんおかさんから来てます。あざーすって、あざーす、こちらこそあざーすみたいな。面白い。なんかさ、次のやつのテーマのメールも超面白い、うんうん、そうなんですか。もうなんかちょっとよ、最後まで読めるかなっていうくらい笑ってしまってさ、私今レイ君が、うん、あのキャン君とやってる時にもうガシガシおかしい、うん、どうしましょうね。これちょっとこれからいきますか。 OK です、読みますか。そうなんですよ、いいんですよっていう、なんか、はい。はい。はい。ですね、では、何、私、慌ててますよ。慌ててますよ。はい。どう、レグの方からちょっと読みますか、これ。OK です。はい。はい、後半のテーマ、同じなのにですね。同じことを言っても受け取り側で捉え方が違ってくるので、丁寧に話を進めようと都度努めることをしていますが、逆に受け取り側になった時に自分でこう思ったと相手に言ったところ、それは違うと否定されてしまったりすると、そう思ったから伝えたのに違うと否定されてしまうと、次からは言うのは躊躇してしまうと思ってしまいますが、皆さんいかがですか。躊躇するよね。ただ、うん、もしかするとその違うって言った人は、うん、あの、多分 A さんが、うん、B さんと話をしてて、うんうん、俺はこう思ったんだよって言って B さんに言ったとするじゃない、うん、でも多分 B さんは B さんで、私はそんな風には思って言ってないっていう意味で違うって言うんだと思う。そうですね、うんうん、で多分今度 A さんの方が
からするとそれを聞いて自分はこう思ったんだから言っただけだって思ってるのかもしれない。なるほど。だからもしかするとこの2人は A さんと A ダッシュさんなのかもしれないよね、うん、似たもの同士で、だから2人とも口は持ってるけど耳を持ってないんだと思う。なるほど、ね、うん、私のことかしらなんとなくそんな感じ。結構ありますよね。あるよね。僕もよくありますよ、うん、あの気を使って言ったら全く伝わらなかったとかあの変にさ気使うと逆に伝わらなかったり、うん、あこうしてあげたらいいんだろうなってやったら裏目に出たりとかね、うんうんうん、あるよね。ありますね、うん、あとよくあるのが聞き手として話している側が決めつけちゃってる時もよくあるんですよね、うん、だからまあ悪いことではないんですけど、うん、そう仮定して話している、まあ思いやりを持って話しているっていうのは分かるんです、うんうん、でもそれ決めちゃってるなみたいなあいうのがあって、でもどうしたら伝わるかなって考えながら結局言えなかったとかはあります、ね、あ私グイグイ言うね、うん、もうなんか違うって私はこう思ってる、違うって私はみたいなその方がいいと思いますね。で最終的になんかお互いに気に入れして、うん、もういいってなって、もういいじゃないよみたいなで今度自分が疲れたからもういいってまあいい話ですね。これも確かにあるある、これあるあるですよね。あるあるです。こんな時どうやって解決するんでしょうね。まあ、とことん話し合う、うん、あとは落ち着いてまず聞くかっていう姿勢がどっちが持つかですよね、うん、多分否定されて、うん、違うって多分喧嘩っぽくなっちゃったり、うん、否定し合うんではなくて、うん、聞いたらいいですよね。ね、まず聞いたらいいですよね、うん、どっちでもいいから。どっちでもいいから。なんか私も反省点だなこデビルマン、あ知ってるデビルマンって。はい、一応、はい、そんな感じで聞きたいと思いますこれから。はい、は続き読みますか。いいんですよ。あ、まあ OK でございます。はい、はい、そんな長い前置きでしたが、同じなのにというこんな話もあります。以前に会社で会議が始まるちょっとした雑談の時に、その日にちょうどその事業部の事業部長とまだ入社したばかりの新人が髪の毛を短く切ってきていました。それを見た新人の同僚君が髪を短くしてきた新人同僚に自分の頭を刺して、頭いったのって聞いた聞いた後に何を思ったのか、その髪を同じく短くした事業部長にも同じように頭を刺して同じように言うつもりが、事業部長には尊敬語で対応して、頭いかれたんですか？ダメ？ダメですよ。その場にいた全員が一瞬凍りついたような、エアコンかかっていないので寒気がしたのは忘れません。後で彼の先輩から相当いじられていましたよ。同じことを言うつもりが逆に丁寧にしたことでとんでもないことになった話でした。さすがちゃんお母さん。頭いったのも危ないですよね。あとさ、よくさ、頭痛いとかって言ってて友達が、うん、頭大丈夫とか言うじゃないあれもはぁと思うけど、なんかさ、こう周りで聞いててね、友達がさ、友達頭大丈夫って言うと、うん、ちょっとその言い方って大丈夫かと思うとなんかこれは爆笑だよね。凍りつくんだこういう時。私だったらもう手ね、もう机叩いて笑っちゃう。いやー、事業部長さんですからねそんなに偉いの？いやーねーねー、いやーもう社長の右腕ぐらいの方なんじゃないですかね。あ、そっか、じゃあやっぱり笑ってやるのがいいわ私だったらもうほんとずっと今みたいにテーブル叩いて笑いそうほんとうまいわ。面白い。幸せもんですね。ちょっとこれ月間 MV 賞とか作んないこれから で, す、ね、でもさ、なんか総なめで、うん、あのちゃんおかさん持っていきそうだよね。本当ですねまたお前かみたいなリスナーさんたちがでもちょっとこれやろうよ、うん、月間 MVP みたいな感じで。そうですね。どんだけ笑わしてくれたか大賞みたいなねえ、ちゃんおかさん強いだろうな。強そうだな。途中から誰がちゃんおかさんを、そう任すことができるんだ。そう、
なんかこう月間チャンピオン、あと年間チャンピオン誰狙うかみたいなさ、うんうんうん、面白いねこれ。商品何にする？何にしましょう。やっぱり1回目はチンスコ、2回目はサンタアンダギー、で3回目はシフォンケーキ。はい。全部沖縄で、この商品は全部取りに来れる人。そうですね。で、あとあの6回ね、半年、上半期下半期で分けて、うん、あのそこでなんか一番取れた人には、うん、オフ会無料参加権みたいなのあげる。うん、ただオフ会をやらないっていう。やりたいとはね、やりたいんだけどね、思ってるんですけど ね、これは面白いわ。さすがだな。ね、可愛くないコメントで返してよこしたよこれ。ね、一気に冷めるさで、ね、こういうコメントね。あんだけ笑わしといて、ほんとよね。取りに行けません、ペコとかってやればいいのにね。これだけじゃ可愛くないぞみたいな。いや本当思いっきり笑わせていただきましてありがとうございます。なんか同じなのに、なんか同じこと言ってんのに、この人にはなんか今自分が思ってることをまっすぐ伝わったと、なのに この人の横っちょにいる人には、はぁなんでそう取るのっていうような、ありますあります、はぁってその瞬間、もうやめてとか思っちゃう。だいたいそういう人って話合わなくないですか。合わない、うん、どう頑張ってもそう、うん、で合わなくて、合わないのに、でも伝わってないのに、相手の言い分聞くと私と同じ言い分なのよ、うんうんうん、そこが面白いなと思って。なるほどね、うん、そこまで語り合ったことないですね。あ、目指すとこですね。あ、私あんまり目指したくはないんだけど、ね、できれば言ったら通じるみたいな、そういう関係性がいいね。まあまあ確かに、ね、やっぱり通じないのは、やっぱりレイ君さっき言ったような勝手な決めつけはその人の中にはあるんだと思う、うん、お互いに、うん、そうですね、例えばこんなこと言ったらこういうこと言いたいんだろうなとか、うんうんうん、あこれ 言ってるってことはあんなこと言いたいんだろうなと。例えばさ、私なんか結構多いのが、はい、Facebook でうわーすごいですね、それ美味しそうですね、店教えてくださいとか言うじゃない、はい、イタリアンとかで、うん、で聞くと、あじゃあ今度行ってみますって言うと、中には、うん、なんかこう誘ってんのみたいな、ほう、そこにじゃあ連れてってくださいって言ってんのっていう読みをしてくる人がいるわけ。いやいや違うでしょどう見たってとか、いやそれって面白いですねとかっていうこうコメント返したりとか、うんうんうん、あと今さ超いいねいいね、うんうん、受けるね、うん、なんか悲しいね怒ってるみたいなののスタンプがあって、うん、面白かったりしたら別にハートマークが超いいねになってるだけで、うんうんうん、それつけるじゃない、うんうん、そうすると気があるのかとかさ、え、うん、え、そんな気があるんだったらじゃあ超いいねをそこで連打したいわみたいな言い返したくなるけど、気がある人にはじゃあ連打できるんですかみたいなね、そういう返しをしたくなる私ですが、そうすると娘がまた言ってるわとか言いですね、後ろで通り過ぎていくんですけど、まあそんなね、あのなぜなんだろうって、同じ例えばいいよ、こう美術館に行きましたとか喫茶店に入りました、うん、今喫茶店って言わないね、カフェに入りましたと鼻で笑ったな。この絵が飾ってあってもやっぱりさ、あの絵は読むものっていうじゃない、見るものではなくて、でその絵をこう見た時に感じ方が違うとかっていうのは別に構わないんだけど、この会話の中でのあれがあまりにも、はなんでそっちに行ったのっていうのは、そういう経験もちろんあると思うけど、どう？あります。自分の場合は難しい話ほどそういうのが多いかなとは思いますね。大事なんだけど、うん、ちゃんとこれ話し合わないといけないけど、うん、でもなんかあの、うん、同じこと言ってるのに噛み合ってないよねっていう人は中にいるとは思います。そういう時うちの会社来ない？え？ちょっとスカウトしたいんだけど。ね、本当ですね。そう。特にやっぱり政治とか経済とかの話になってくると、そういう方多いです。やっぱり自分の持論を打ち出したいので、相手の意見はもうバッサリ切って。そうそう。いるいる。まず聞けやと。うん、あの自分の意見とかと違う意見持ってる人って、うん、チャンスだと私思ってるのね、うんうん。だって自分の意見って自分の世界観じゃない。うん、はい、違う意見っていうのは、まるで、なんだろうな、
あの海外旅行しないのに、うん、予算もないのに相手が勝手に流れ着いて私の隣に違う世界が来たのと同じじゃない、うん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 、だからそれを見ない手はないじゃない、うんうん、相手から寄ってきたんだから、うんうん、別に俺寄ってないよって誰か言うかもしれないけど、うん、そういう話ではないのね、うん、だからそういうツッコミはしないようにね、うん、でそういう中で、うん、せっかくこの出会ったご縁だから私は覗いてみたいと思う、うん、その違う意見を持ってる人とか、うん、世界を、うん、でも入っていくとそういう人ってうわーって相手をこうなんていうのかな任そうとするとか、うん、いや私戦ってないしとか思って、うん、そういう時に疲れたなーって思って一回そこで休憩してまた立ち上がった時に、うん、こうなんでってやっぱりそこの世界を知りたくなるんだけど、うんうんうん、でも大会拒否してくるよねそういう人たちって。そうですね、うん、陰で悪いことを言ったりとか、うん、結構多い、うんうん、でも なんでじゃあ私のことその人知ってんのみたいなね、うんうんうん、じゃあ俺のこと知ってんのって、いやそれほど仲良くないからそうそうそう分からないよみたいな、そうそうそう、うん、そうなんですよね、まあ、否定するよりは、うん、本当にその人が言ってることは何なのかってちゃんと聞くっていうか、うん、そこから自分との共通点だったり、うん、違う部分は違う部分で、うん、でもじゃあその考え方でじゃあ自分だったらこうどう考えるかとか、そう、そこまでを回しきれるっていうのがやっぱり大事かなって自分は、そう、あの、うん、Me too でございますね、うん、本当その通りだと思う。なんかそれがなんかさこう崩れていくと戦いが起きるんだよね。そうですね、あのだから思うのが否定しないと自分でいられないのかなとか、はい、なんでしょうね、うん、常に戦っているのかもしれないですね、はい、心の中でね、お疲れさんって思う、うん、そう、私戦ってないからなそう、僕も好きなんですよね違う意見の、あのね、やっぱりそれがいいことじゃないですか、うん、あのお互いを知るため の、うん、あのチャンスだと思ってるので、うん、出てきたら否定はしません、うんうんうん、だからあのだけど大体相手があれしてるんですよね、言い負かそうとしてこうかかってきてるから大体会話にならないんですよね、うんうん、で言い負かそうとしてくると、うん、私立ち上がっちゃうんだよなこうはぁーみたいな、はぁーって立ち上がってなんだっけなーって座る感じでもなんかこれは面白いね、同じなのにのちゃんおかさんのこのあれが、うん、面白いです、うん、もう最高。あ、はい、はい、行っていらっしゃいでございます。もうキャン君ありがとうございます、楽しかったです。ぜひぜひ、はい、あの倍速で打ち合わせしてきてくださいはい、いいな、次の番組の人もキャン君と組めてて面白そうだね。いいですね、ねえ、いてください。本当、僕は急に不安になりました。全然大丈夫よキャン君来るまでこのコーナー続けておけばいいって話よ。 OK ですまあね、ですね、コメントが切れてるので、あ、切れてるのじゃない、来てるので、うん、はいはい、ちゃんおかさん、ちゃんおかしゃんちゃんおかしゃんちゃんおかしゃんになってますね、はい、うん、のコメントのところからお願いします。はい、あ、ちゃんおかさん、盛り上げるためのフィクションにしてください。エコーかかってるよあ、マジですか知りません。いいよ、なんかいい感じだった。はいはいそうですね、あ、実話ですかっていうね、ホタルさんの話で、あー、ね、そうなの、またまた結構いろんな体験ありそうですからね。ねえ、ですね、はい、はい、マナミンさんの不思議ですね、怖い方の話かな、多分ね。あー、なるほど ね、はいはいはい、はい、確かなんかいろいろあるよね。そうですよね、はい、はい、ホタルさん、ツイキャス画面の冊子の、うん、どこ、白い影が、うん、でもマナミンさんがね、生きてる普通の人ですと今本当振り返って確認しましたからね。どこに、はいはい、はい、そうですね、はい、はい、あ、マナミンさん、なんかキャスのフレーム、はい、さっきより透けて見えるだそうです。あ、そうなんですか。なになに、あ、帰り何にも起きませんように。大丈夫ですね、え、うん、なんかお腹空いてきたね。空きました、うん、今もし何か食べるなら何食べたい。甘いものが食べたいんですよね今ね。あ、私モンブラン、甘いものって言われたら和栗のモン、あの
美味しいモンブラン食べたい。うん、美味しいモンブラン。あのさ、私毎回仕事で名古屋に行って、うん、全然あのデパ地下、うんうん、とか行ってないんだよね、通り過ぎるだけで。そうなんですか。いつも時間に追われて。そう、もったいないですね。そう、うん、だからなんかいつもまあ行くのはあのお店の名前忘れたけども、あのエクレアの店には行く。はい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 、はい、うん、あそこで好きなエクレアが何種類かって、うん、でそれをまあ大体3本取って、うん、あのシャンパンかワインか飲んで。いいですね。行ったじゃんか。あそこか、あそこですね。そう、あそっか、ワイン、あ、シャンパンじゃない、シャンパン飲みましたね。ねえ、あの時私何飲んだんだっけかな、この間行った時は。なんかアイスコーヒー、アイスコーヒーは普段飲まないですもんね。なんかそう、あの時も4人でね、うん、行って。確かに、シャンパンいただきました。なんでこんな苦いチョコレート食べなくちゃいけないのとか言いながら。ビター苦手でしたね。そう、人も、チョコレートも苦いやつは嫌いですね。そうなんですね。そう、嫌です。僕は大好きです。はい、うん、まあそんなこんなんで、なんかこう同じ、そうよね、同じ、さっきこう全般戦で話してたこの例の話とか、うんうんうん、なんかもそうなんだけど、肉体があるないにかかわらずやっぱり性格があってっていう話したじゃない、はい、で、なんだろうな、もちろんこっち側でその人たちに対する受け止め方っていうのが相手ではなく受け止め方、もちろんこの肉体のある人も。だからさっきの、ちゃんおかさんがくれた、メールの全般線もそうだったじゃない？なんか、こう思ってるって言っただけなのにとかっていうのも、相手の人もそうだったり、受け止めることが多分お互いにできないのかな、できない状況になってんのかなとか、普段の何かの行き違いで。なんか、それってよくあるよね。ありますね、うん、特に両親とか家族とか。そう、一番の課題は親だと思う、うん、人間関係の、ね、なんかこの例えばに友達とか彼女とか夫婦間でこのわだかまりみたいなのをが解けてそれが克服できたとしても、うん、最後の最後にこのわだかまりが、うん、やっぱり解けないで苦しむ相手っていうのは親だと思う。うん、でそこが解けて初めてなんか楽になったなって思うのが来るのはそこなのかなって、うん。やっぱり一番最初に出会う、そして築き上げる人間関係とか社会性っていうのは親だもんね。うん、一番最初にこう、うん、何かを共にするとかで身近にいていろんなものをこう見たり聞いたりして覚えていくにしても、もちろん学校の先生からも見て聞いて覚えたり、友達もそんなのがあったりで、自分誰かと出会ってご縁があって家庭を築いた時に共に暮らすんだけど、やっぱり何かかんか言って、それもみんな同じじゃない、出会って学んで出会って学んでお付き合いして関わってとか、うん、でも同じなのに最後の最後に課題として残るのは親との関係、うん、でやっぱりそのあ、これってこういうことが原因だったのねって分かった時には、親はやっぱりだんだん年老いてきて、うん、で可愛らしくなっていくタイプの人もいればそうでもないタイプの人もいたり、いろいろだからなかなかそれを分かり合う作業に入るって難しかったりするよね。うん、親はいつまでも親だと思ってるタイプの親もいれば、うん、やっぱりあ、子供も成長してきて一人間なんだとして対等に見てくれる親もいれば、うん、今度逆になんか自分がやったと思って生意気になってって取る親もいれば、うん、またその親もいろいろなもんだから、本当にいろんな課題がまだまだあるのかな、うん、ただこの課題というところも、あ、これをクリアすればまた一歩また違う世界が見えてくるのかなとか、うん、また違う関係性が見えてくるのかなっていいところもあったりするわけで、うん、ぜひ楽しいところを見ていきたいなとは思うわけで、うん、とそうですね。でもね、というのが現実ですよね。
どう、レイ君、同じなのになって思ってちょっと引っかかってるとか、うん、こうちょっと体験したとか。同じなのにな、うん、まあでも今おっしゃった通り親との会話とか、うん、なんだろうな、同じなのにな、うん、あれですかね、同じなのにな、同じ自分なのになっていう意味で、あのね、うちの母親がやっぱり過去7年間約10年間離れ離れだったので、うん、その離れる前以前の自分との思い出をよく語るんですよね。あ、そう、そういう時に今を見ていないと同じ自分が今ここにいるのに、うんうん、過去の自分しか見ていないのかなとかは思ったりしますね、うん、あ、うん、そうね、うん、いかんせん過去にあの生きてる人ってたくさんいる、うんうんうん、とってもいる、うん、あの今この瞬間に生きてる人ってすごいごくわずかかなって、うんうん、あ、野の中の銀の蛍さん、ウークイで、うん、あれみたいですね、うん、どうぞ楽しんできてくださいね、うん、来週もぜひお会いできるの、お耳にかかれるの楽しみにしてますよ、はい、はい、気をつけて行ってきてください、はいはい、確かにね、なんだろうな、そうなのよね、うん、で、なんかやっぱり共通して言えることが、うん、相手は変えられない、そうですね、本当相手は変えられない、そうですね、うん、だからもう自分がそれに対してどうあれしていくかというか、どう受け止めるか、なんかこう、なんかね、私思うんだけど、なんだろうな、残念だなってすごい思うのが、うん、よくさ、キャッチボールだなんだって言いながら、言葉はキャッチボールだよねとか言いながら、うん、みんな好き勝手に、うん、投げ合ってるよなって感じがするの。本当ですね、うん、キャッチボールであるならば相手が投げやす、受け取りやすい場所 に投げるじゃない、うん、だけどどこかしら私が見てるとそりゃドッジボールだろうって思う言葉の投げ方をしてるなって思うわけ、うんうんうん、で基本こうちょっと自分の位置に戻ってほしいなって思うのが何かというと、うんうん、最初に感じたものは目の前にいるこの人に自分を知ってほしいっていう気持ちから話をするわけじゃない、はい、であるならば自分のこの言葉というのは自分の気持ちとかそういうものを伝えるとっても大切なツールなわけだから、うん、相手が受け取りやすい表現方法だったり、うん、声のトーンだったり、うん、そういうので相手に投げるんじゃなくて渡さなくちゃいけないわけじゃない、うん、そうですね、うんうん、それをなんかなんちゅうのかな、うん、投げつけるじゃない、うん、こうこれでも受け取れるかみたいな試すように、うん、あそうこんな風に投げてもお前は取れるかとかさ、うん、こんなんでもどうだみたいなガキじゃないんだからさ、うん、で、うん、そういう時私思うんだけど、うん、やっぱり言葉は相手を傷つけるために覚えてるもんでもないし、やっぱり自分の気持ちをどう伝えたいかというか、伝えたいことがあるんだからそれをどう伝えるかはあなた次第ですよと、うんうん、使い手の問題だから、うんうんうん、そこを相手がこんな風に言ったらこう言ってきたではなくて、じゃああなたは言葉どんな風に使ってますか、うん、乱暴に使ってませんか、投げつけてませんか、どうですかというのか、うんうん、私は思うかな、うんうん、そしてあと相手が今お腹空いてないかなとか、うん、受け取る時に、うん、受け取る人のことをあお腹空いてないかな、なんかいっぱい詰まって疲れてないかなとか、あとトイレに行きたいんじゃないかなとか、うんうん、その辺をちらっと覗いてから喋るっていうのも大事よね。そう、そこね。ね、お腹空いてる時とか疲れてる時とか仕事終わって帰ってきた時に、ねえねえ聞いてよとか言われたら、はぁって、うん、ちょっと待てと、うん、なるよね。なりますね。できない人多いですよね。うん、うん、もう自分が言いたかったら言う、うんうん、そう、聞いてほしかったら言うみたいな、ちょっと待てと、相手にも相手の今日一日があなたにもあったように、うん、相手にもあなたの知らない一日があって、うん、
相手にもあなたに見えない時間の流れがあって、そこで何が起きてるかわからないでしょ、うん、もしかしたらそこでもう追い詰められるような悲しいことや怒りになんかね満ちるようなことがあっても何でもない風を装っているのかもしれないということを、うん、ちょっとなんかさ考えてお茶どうぞというタイミングのような、お茶出さなくてもいいんだよ、うんうん、間を相手に与えるっていうのが大事かなと。相手を思いやる気持ちですね、うんうん、結局は。だからこう自分が同じなんだけどねっていうので同じように伝えても伝わらないのと同じように、うん、相手のことを自分と同じように考えられたら、うん、決して雑に扱わないと思う、うんうん、なんかビジネスとかでもそうじゃない、なんかこうなんだろうな、こう俺は雇ってやってるって思ってるのか、うん、共にここをこう栄えさせたいと思ってやってるのか、うん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 、でも大きな違いがあるし、スタッフに対するなんていうのかな、接し方とか物の言い方とか、うん、教える、よくさ人ってこう人に教えるというつもりで話すから私はダメだと思うわけ、うんうん、で私はこう思ってこうやってきてこんな結果が出てるけどもしよかったらこれ試してみないっていう言い方だったり、うん、ちょっとさっきのちょっとその言い方はまずいなっていうようなことを下の子がしてた場合に、うん、お前それじゃダメだよって最初から言うんじゃなくて、ちょっとあれだとちょっともしかしてあなたの性格を持ってること気づいてることはいいことだから、うん、こんな風に試しに言ってみないって言うと相手も聞くし、またその子を通して相手もきっとうまくいく関係になりますね。そう、あの子いいセンス持ってんのに、いい世界観持ってんのに他のことできないんだよねって愚痴るよりも、結局はその人を使えないこの人の問題でしょ。うん、うん、そうですね。そう、つまり何だろう、上司ぶった顔をしてるけど全然上司になってない会社の人だったり、はいはい、あとなんか仲間と言いつつ自分が拒否してたりとか、うんうんうん、あとなんかこう友達と言いつつ足引っ張ってたりとか、うんうん、結局は自分の問題なんだよねっていうところかな、うんうんうん、と思う。つまり自分がしてほしいことは相手もしてほしい、全てじゃないよ、もちろん甘いものを自分は好きだけど相手が嫌いっていうのもあるように、いろんなこうちょっとずれはね違いはあるけれど、やっぱり嫌なことは一緒かなと思う。汚い言葉ぶつけられたら嫌とか、きついこと言われたら嫌とかさ、上から頭ごなしに言われるの嫌とか、そういうのって大体まあ一緒じゃない、うん、そうですね。ね、なんかこうこの人とやりたいとか、この人だったらとか、そういう気持ちになるような自分になっていくっていうのが私は大事なのかなって、うん、でそれって難しいよってきっと思うと思うのね、うん、だって自分わかんないもんって言うと思うんだけど、うん、それはなんだろう、自分自身が自分に対して素直になることだと思う。 うん、なんかね、なんかこうつま先で立たない、うん、私はできないものはできない、うんうんうん、頑張ってるけど私はそこはちょっとごめんなさい苦手分野ですとか認めちゃう、うんうん、自分の弱さとか苦手分野を認めることで、うん、それができる人の素晴らしさを受け入れられるというか、うん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 、でなんかその感謝だったり、うんうんうん、でいくつになっても謙虚さは持っていたいなって。そうすると同じこと、例えばお水を出してくれたとか、うん、こんな風にしてもらったっていうことが感謝に全て変わっていく。うん、例えばさ、今日なんかすごい、あ、よかったって私思ってるのが、うんうん、トークでキャン君に振るじゃない、うん、そうすると喜んでトークしてくれる、うんうん、私心の中でありがたいなってだってそのトークで番組は盛り上がるわけで、聞いてる人はやっぱり私一人の声よりレイ君の声があって、またキャン君の声があって、うん、その方が聞いててメリハリがあって楽しいし、またトーク、いろんな角度からの見方のトークがあったり、それっていうのは一人じゃ出せない味だから、そうですね、まさにありがたいわけ、うん、
本当ありがとうね。なんで早くこういう感じにならなかったかなと思うのですが、まあ、山ちゃんは山ちゃんでね、あのキャラで面白い部分がたくさんあったわけ、ね、で、あのその組む相手、あの重なる物同士の色がいろんな色を出していく。ただそこであのその味わいがいい味わいなのかどうなのかも好みで決まっていく。だから否定は何にもなくって、それをみんながチョイスしていくだけの話。だからこの今日のテーマの同じなのになっていうところも、うん、きっとね自分でやりながらそれは納得いってないことってあると思うのね、うん、ただ負けたくないとか認めたくないとか、あの引き下がりたくないという気持ちでぐんぐん押してっちゃって、うんうん、でやっぱりそれってぐんぐん押すからみんなはあれちょっとなんか足並み揃わないなってパーッとそこ落ちるわけじゃない。そこで生まれるのは孤独だと思うわけ、うん、でそれでふーんってなってるのはなぜかなっていうのは、うん、やっぱり本人が気づかないことには残念よねとかっていうのはあるのかなって。だから同じことをするんであれば、うん、私はどうせやるんだったら一つ一つ丁寧にね、うん、それでも通じなかったらその人と話し合う必要があるよ、うんうん、でもあのそれでも通じない時は手に任せるしかないなとは思うんですけどね、うん、でもできればみんなあのなんかこう一緒にやっていけたらなと思うのが、うん、私の気持ちで、結構やっぱりあの親との確執っていうのはみんな抱えてるんだよな。コメントでも来てますね、いみちゃおじさんからね、レースお願いします。はい、俺も母親との関係には悩んでいますね。やっぱり根本的に親に受けた幼児期の経験に縛られているのかなっていうのがありますね。それは大きいと思いますよ。うん、あの大なり小なり結構親との関係っていうのは小という部分、大なり小なりの小少ないっていうことはあんまりないでも結構大きいと思う、うん、はい、うん、ジェヒョンさん、はい、身内だとついつい言葉を選び忘れちゃいますね。あー羨ましいですね。私は身内はすごい言葉選びますね。それがいいと思うんですけどね。近いからなおのこと、うん、ただしそれがブチ切れた時にはあまり相手が調子に乗ってブチ切れた時はこっちが、うん、みんな凍ってますねそうするとおちびが氷河期が来た氷河期が来たって例え方本当ねいいですよね氷河期見て見てってあのなんか図鑑持ってきて見てってマンモスがこう本当凍ってるのをこうやって見てってほらほらマー君とそっくりとか言うそう見えてるんでしょうね。でもねなんかね、うんうんうん、なんかそうみたいそうで、あの何年か前にアイスマンっていうのが、はい、あの見つかったじゃない。あ、はい、あはいはいはい、どこだっけ、ヒマラヤかどっか、はい、ありましたね。で何百年か前、そう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 、あのアイスマンが見つかった時おちびはヒー君にそっくりってだからこれもね、同じものを見ても感じ方がね、うん、違いますからね。そう、うん、素晴らしい感性ですね。面白い、ね、あのお姉ちゃんにどっちかというとうちの長女はあのぽっちゃりしてるのかな。そうですかね、うん、そうすると、うん、あの大丈夫だよチラって、うん、あの気にしなくていいよって、本人気にしてないのに気にしなくていいよ別にって、兄弟の中ではちょっと大きめだけど気にしないでってフォローなのかフォローじゃないのか同じことだから、おかしいよ ね, ね, ね、誰も気にしてないよってこうお姉ちゃんが言うと次男坊が気にしろよっていい、ね、気にしなくていい、うん、素敵な、もうそうすると娘さんお母さんよりまた小さいしとかって言うからえ何言ってんのお母さん、あんたの頃もっと小さかったよってなんだこの家はみたいなね、用じゃないですね楽しいですね。もうなんかねそんな感じの我が家ですいつか招待しましょうねみたいな楽しいな、はい、高松マリーさん、はい、うちは笑い話形式にしてる、ただ吐くだけなら相手は苦痛ですよね。ほんとほんと、そうそうそう、ほんと勘弁してくれって感じですね。うん、そうですね、はい、みっちゃおじさん、それだ俺と母ちゃんに足りていないのは今エリューさんが言ってることですね。あーあのー、ね、うん、
わかるよ、わかる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 、ちゃんおかさん、ふーちゃんと一緒に歌う歌が素敵。あ、なんかね、何と思うんですか。 あのね、なんかお母さんは今日も怒ってるみたいなね、歌を二人で作って歌ったんだよね、私の前で。そうなんですね。うちのお母さんソーセージが好きみたいな、なんかおいみたいな、もうちょっとこうなんか韻を踏めみたいな、もうお前たちみたいな、ね、なんか、うん、そう、なんかもっとうまく韻踏めよみたいな。私結構替え歌うまいわけ。とっさにあのカラオケでも全然もう普通にあの歌歌詞変えちゃうぐらいで、あまりうまいもんだから、ね、うん、あのこの間次男坊と次男坊の彼女のことを替え歌にして歌ったの、うん、そしたら次男坊がやめてくれってそしたら長男が、うん、無理だろ、うちの親止められるやつ見てみてえわっていないですよね。そのままでいいんですか。ありがとうございます。そういうことにじゃあ皆さんあの認識しておいてください。もうほんとそんな感じですがね、あのなんだろう、あるがままということもそのままという意味でね、みんなとって、これも同じだと思うんだけど、同じなんだけど違う、この微妙な違いというか、あるがままだから俺これのまんまでいいんだというふうに、このあのなんていうのかな、ただ単に現状を納得させるための言葉として使ってる人がいるじゃない。いやいやいや、努力がそこに付随してくるもんだよと。本来あなたが持ってきた素敵なところ、 そしてそうじゃないところも含めてそれは素敵だよと、だからこっからもう一回行きましょうというのに、そこでなんか OK みたいな、だって俺あるがままだもんっていうやつ見るとスリッパ持って走っていきたくなりますね。あ、いますね。ね、ナンクルナイサーもそういう言葉だって聞きました。そう、なんかおいみたいな、ナンクルナイサーっていうのは別にどうにかなるよっていうのも、いつも普段頑張ってるからどうにかなるよだって、うん、そうだよね、うん、やってるからこそそれが言えるのに、何にもやってないやつがナンクルナイサーって言うとスリッパ両手に持って走ってきちゃう、ね、違うだろお前みたいな、お前だからなんかもう何ともなってないさみたいな、そう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 、いるよね、本当、うん、おばちゃん走っていきますよみたいな。はいはい、マナミンさん、はい、エリューさんとのカラオケは人一倍楽しそう。ほんと今度やろうよ、オフ会カラオケ。マナミンさん来る？楽しそうですね。楽しいよ、私と遊んだら絶対楽しいって。まだ行ってませんね。行ってない、行きたい行きたい言ってまだ行ってません、うん、あ、バーには行ってんだ。バーには行ってます。だってバーに行ってるよ、うん、バーに行ってカラオケガンガン歌ってるんだよ、私たち3人。カラオケバーで。そうだって100円だもんとか言いながら最高ですね。そう、はい、あ、なんかカラオケボックスよりも、あの響き貸し切りで、あ、いいですね、オフ会やろうよ。そしたらその時カメラマンで来てよ。あ、カメラマンで、うん、もちろん参加してもらうけど、はい、うん、まあ、もう僕も歌うの好きなんで、あ、いいんじゃない、うまそうだよね、はい、うん、うまそうですね。あ、ちょっとあれですけど、エキスジャパンが得意です。あー、聞きたい。なかなか今歌う人少ないですよね。私あの夏メロでもいい、はい、別に言っとくよ前もって、私別にその世代じゃないんだけど、うん、なんか好きなのよ、はい、ね、古い曲すごくね優しく素敵に歌いますよ。またまたまた、それが本当にそういう方、うん、本当に歌いたい歌を歌ってる方っていうのは絶対素敵なんですね。そうなんですよ。もうなんだ、ちょっと言っていい、こいつら連れてきたい。もう本当に、うん、ねえ、なんかもうそんな感じで本当オフ会絶対、山ちゃんにダメだお前行っちゃダメだって言われても来てね。山口邪魔すんなよ。今から言うと、言っておく、前もって言っておく、どちらかというと行けって言うと思います。あ、本当。あの、じゃあ今日さ会社のパーティーの案内状持ってきたの、もしかしたら山ちゃんが俺行けないからお前行ってきてって言ったら、行きます行きますって来て。そうですね、ねえ、うん、本当にそんな話をしたいと思います。お願いいたします。はい、あのオフ会、そうですね、10月、11月あたりでも計画しますか。うん、そうですね、うん、あの響きのママのご飯美味しいし、あ、美味しい、そう、うん、チャンプルそう、うん、で、あのなんだろう、マスターは中尾明に似てるし。ね、きっとね、似てるの、うん、ママが可愛いんだわ。私テーブルの隅っこで
このカウンターの隅っこでママに、なんでなんだろうね、なんでかね、うん、そうよそんなもんよの会話が30分くらいこの言葉だけ内容を何にも話してないママの相槌がね、もうそれだけでいいんですよね私も何にも喋ってない、ママもそれだけみたいなさすがですよ。でケロッとして帰ってくるっていうね、うん、楽しいですね。はいね、はい、天海さんめっちゃ行きたい。よし、じゃあ計画します。でもこんなこと言っててみんな来ないんだよね。本当来る？来てよ。強制ですでも本当やりたい、やりたいってはね、もう4年ぐらい前から言っててやってない。来ないですかそろそろ実現しましょう。そう、何曜日休み講座アギノワ。僕はギノワは月曜日が休みです。え、そうなんですよ、実は自分土日も仕事してるんですうわ使われてますね。ギノワでの仕事ではないんです。あ、分かった、あれだな、これです。あ、そっちか。なるほどね。あの琉球ドラゴンプロレスさんっていう団体。あ、知ってる知ってる。はい、本気をしてます。かっこいい。すげえ。もともとはそこが先で、で後々コザに話来て、で来たらギノワにっていうことで。なるほどね。え、じゃあ忙しくて誘えないじゃん。いやでも、このプロレスの方はお昼で終わったりもしますし。あ、よし。で土日だとどっちかになる場合もあるので。よし、タイミング合わせて。タイミング合えば全然いけますので。え、じゃあ金曜日22日パーティーやるんだけど、はい、二次会から来る？金曜日ですか、うん、今週の。違う違う、9月22あの会社の設立パーティーがあるわけ。再来週ですかね。え、来週？再来週。あ、再来週。こちらですね。そうそうそう、二次会はもう10時過ぎから。あ、多分大丈夫だと思う。よっしゃ、ちょうど一応確認しましょう。はい、はい、いいですね。山ちゃんのから二次会の紙取っとこういや、入れときますよ。はいはい、はい、あの、まなみさん、山ちゃん来るかどうか分かんないですよ、オフ会あの、ギノワンスタッフ少ないので、あの、誰か抜けたら誰かいなくちゃいけないんですよ、実はそうですねすんませんみたいな、あの、ギノワン経由で来てください。はいはい、ちゃんおかさんも私は後で話を聞きますというね、あの、なんだって、あの、何いいな、行きたいなってあなたがいないと始まらないじゃないですかなんて言ったってこの番組のボスでもありますからね。そうです ね、 ね、うん、もうすごいんですよ。ありがとうございます、いろいろ感謝しますよ。はい、なんだ今の切り方もうじゃあもうエンディングになっていきますね。はい、そうですね。ここの間につぶやきとかいろいろ、本当はレイ君今日どうだったの話とかあったんですけどね、うん、大丈夫です。じゃあエンディングでそのレイ君どうだったいきますかそうちょっとだけじゃ、はい、ちょっとだけ。なるほど、そんなこんなであっという間の2時間、エンディング4分残すところになりました。レイ君今日どうだった？2回目の。もうなんか焦ってましたね。うん、焦ってるけど楽しかったです先週よりもねえ、うん、あのやっぱり隣にキャン君がいたっていうのも大きいんじゃない？本当、もう本当助かりました。ありがとうございます。え、来週もキャン君いいの？来週はどうですかね、あの屋上での放送だと思う。ああ、間に合わないって感じ。いいよ途中からでもぜひ、うん、ぜひ。山内さんそんな頑張って働かないでください、過労死しますよとか。どうぞ休んでてください、休憩取ってください、がんもうどうやって片付けが終わり次第。はい、どれぐらい片付けかかるんです？ちゃんと巻き合えば30分40分かかるんで、だからいつも僕大体ガタガタしてるんですよ。ああ、してるよね。そういえばね、はい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 、そうか。オッケーですね、はい、打ち合わせ終えて入ったり。なるほどね。まあそんな感じで、うん、みんなで頑張りたいと思います。何言ってんですかちゃんおかさん、私は22日に那覇に用があります、ふうみたいな。何言ってんですか、うん、あなたがいないと始まらんでしょ本当に、ね。まあ、なんかじゃあ今週も楽しんでくれたという感じで。あ、もうすっごい楽しいです。もうノリノリ。今日来る時も
ね、こういう機会をいただいて、うん、これが何に役立つんだろうねって、うん、ちょっと話しながら言ってたんですね、うん、もうこれからの人生ハッピーになるための今本当そうです、ね、女装ですよ。しかも本当は、うん、本当昔ですよ、 DJ したいなと思ったけどなかなか機会なかったんです、うん、そしたら DJ している。だから来た時にこの DJ のポータブル のやつ見て、ね、めっちゃもう内心興奮しました。すごい、うんね、私これ見た時水平器って思いましたまあね、そんな感じでなんかこう今週も楽しく過ごさせていただいたのは私の方かなと。もうありがとうございますですよね、うん、なんかもう来週もこうやって皆さんのお耳にかかれることを願いつつ、ぜひ皆さんこんな話をしてみてくださいとか、こんなのテーマに持ってきてくださいとか、ぜひぜひ出していただいて構いません。さっきね、親子関係でこんなので苦しいんですとか、じゃあそれはどこから来てるのかというのもテーマに挙げることも可能なので、どうぞテーマのリクエスト、これから今まではなかったんですけども、受け付けていきたいかと思います。だいたい受け付けたならば、まあ、次の週だったりいろいろ考えていきたいと思います。はい、一服堂さんから来てますね。はい、先週に引き続き時間経つの早いですねって。それってやっぱりメンツ楽しいですね。レイ君来たからノリノリですよ、もうね。やっぱり若さのエネルギー、山ちゃんが年取ってるっていうこと言ってるんじゃないですよ、別に。みんなで楽しくやっていきたいと思います。なんか嬉しいですね。なんかちょっと長くてだれたなとかって言われるよりは、あっという間ですねって言われると、やっぱりね、時としてやっぱりあるんですよ。このマイクの前に立ってて。あ、頑張ったなと思って、パッと見ると、まだ15分ぐらいしか経ってないとかね、きっつーとかっていう時も、あることはあります。そんな番組にしないように、これからも、なんか、愛を溢れさせて頑張っていきたいなと思いますね。キャン君どうでした？初めてこの番組に参加して、どんな感じでした？すごい楽しかったです。イエーイ！嬉しい言葉です。ありがたく頂戴しておきます。ぜひまた参加させてください。イエーイ！やったー！もう嬉しいですね。はい、レイ君、うん、これから火曜日が週始まりのような感覚になっていくかと。本当そうです。本当そうです。月曜日いつも日曜日って間違えますねそういえばなんか言ってましたね、美里ちゃんもね。美里ちゃんもあそこにいてくれて、ちょっとお家で仕事しなくちゃいけないって言ってたんですけど、来てねっていう感じでしたまあ時間が押してるので、ではいつものレイの言葉、はい、愛してるよ。キャン君どうぞ。愛してるよもちろん私もみんなのことめっちゃくちゃ愛してる。じゃあね、おやすみー。